報道するラジオ、今週の特集テーマ、原発作業員が語る5年です。取材報告は上田隆之アナウンサーです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上田さんは3.11 の原発事故の後からずっとですね、福島のこの原発に、通ってで、そして収束作業に当たっている労働者の皆さんたちの声を聞き続けるという取材をしてきました、5年になった今ですね、そうか、1年ぶりのこの原発作業員が語る取材報告っていうことになりますね。そうなんです。これまでは、合間に、秋口とか夏に行くこともあったんですけども、たまたま今回は1年ちょうど空いてしまいまして、1年ぶりということになったんですけれども、どういう変化があったのか、そして今どうなってるのか知りたいことだらけでございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その5年になる福島県原発の作業員の皆さんに話を聞いてきたわけなんですけれども、まずその福島第一原発の現状なんですけれども、今一体どういうふうになっているのかということを皆さんにお聞きしていったんですが、見た感じが綺麗になってきている、片付いてきているというふうに話す方がもうほとんどでした、まずこの声をお聞きください。少しずつこう整備されてきて、もともとあった建物を仮設で何かこう使ってたものが、専用の建物とかをしっかりと鉄筋のやつを作ったりとかしてるんで、本当にパッと見は本当に工場地帯みたいな感じにはなってますね。3月1日にローソンができるんで、みんなその今ちょうどタイムリーな話題なんで、中では盛り上がってるんですよね。作業員の中では便利になったねみたいな雰囲気にはなってってはいますよね。はい、テレビの映像などでご覧になった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、作業員の目線でも福島第一原発の内部というのは整理がついてきているようなんですね、これまでは瓦礫があって、例えば我々が見ることのできない場所にそういったものが溜まっているところがあるという証言があったりしたわけなんですけれども、その瓦礫の片付けなども一段落しまして、もうそのまま残っているような箇所はほぼないというような声でした、それから工場、工場が並んでいるような感じになってきているという話です。工場地帯のように見えるっておっしゃってましたね、それも、これまで簡易式のプレハブのような建物を建てたりしていたケースがあったわけですけれども、そういったものではなくて、鉄筋のこう長期的な使用に耐えうる、そういったことを前提にした建物が建てられているということが言えるということなんですね、でちょうどこの3月のニュースだったんですけれども、5年経ってようやくその大型の休憩所という9階建ての建物が今もあるんですけれども、その中の2階にコンビニができた、コンビニエンスストアができましたと、そういった環境になっていて、またこれは去年の取材の後にできたんですけれども、およそ1年ほど前に同じ場所に作業員の人のための食堂、これもできているということなんですね、作業員の皆さんのそういった労働環境を支えるような施設はできてきているということでした、そして次なんですけれども、今その原発4基がどういうふうになっているのかということなんですけれども、少しちょっと事故の起こした状況をこう説明していきますと、ちょっとおさらいしてください。そうですね、振り返ってみますと、福島第一原発は津波があって、で地震からおよそ50分後にその津波が福島第一原発を襲いました。そして全電源が失われたわけです。そして1号機なんですが、津波からおよそ4時間後にメルトダウンが始まって、その次の日の3月12日水素爆発を起こしました、で2号機は原子炉の水位が下がって燃料棒がすべて露出してしまいまして、そうでしたね、で燃料は大きく溶け落ちている可能性が高いという状況です、そして3号機は14日に水素爆発があって、4号機は15日に水素爆発をしました。大量の放射性物質を放出して建屋が破壊されてしまったわけでしたね、ですので1、3、4号機
この3つは建屋の上部が吹き飛んでしまっていて、で2号機は建屋が残っていると。2号機だけは建屋が残っている状態、はい、はい、そういう状況になっているということなんですね、でそして、まあ、こうしたあの原子炉がどうなっている状況なんですかということをこう取材しようとすると、皆さんあのいい話というのは、ね、あのどんどん出てくるんですけれども、うん、なかなかこういう厳しい話というのはなかなか口が重いとおしゃべりにならないですか、方が多くて、はあ、というのはやっぱりその、まあ、観光令って言いますか、まあ、しゃべってはいけませんよというふうに上から言われているという状況はまあ相変わらずで、情報を取っていくというのが、はい、難しいという状況は変わりません、うん、はい、で収録作業ができないこともちょっとありまして、今回は録音はちょっとやめてくださいという方も多いわけですね。ですね、はい、で皆さんの声をそのまま出すことができないケースがありますので、ちょっと私が取材したものを少し説明していきますけれども、今の作業なんですが、うん、主に1号機から3号機で行われていまして、1号機は放射線飛散防止のための建屋のカバーが取り付けられていたんですけれども、これから核燃料の取り出し作業に取り掛かりたいので、そのカバーを外すという作業をしています、はい、そして3号機も核燃料の取り出しに向けてのその囲いの工事、これを始めようとしているところなんですね、うん、はい、でそして最も大変な作業というふうに作業員の皆さんがおっしゃるのがあの2号機です。2号機、この2号機というのは先ほど建屋が残っているというふうに説明をしました。爆発しなかったわけですよね。そうですね、2号機はね、水素爆発していないから建屋が残ってる、はい、その状況なので放射線がまあ1号機や3号機に比べると建屋の中に閉じ込められている状況で、放出されてないわけですね、はい、全部ね、はい、中の放射線量が異常に高いということなんですね。使用済み核燃料のプールの燃料の取り出しのためには建屋の上部を解体するんですけれども、はい、この作業をするだけでもまあ大変と。だって建屋を外したらものすごい異常なまでのこの放射線量の高さのところから放射性物質が飛び出しますよね。そういうことになりますよね。それを飛び出させないように放出させないためにどうするかっていうところですよね。そうなんです。例えば外からクレーンなどの重機を使って上部を解体しようとするにも、まあ、そういった理由もありますし、それから今度遠くて重機が届かないと、あ、まあ、近くに寄っての作業難しいですよね。はい、はい、そこで建屋の周りをかさ上げして重機をその上に置こうという計画なんです。建屋の周りをかさ上げする、うん、まあ、土をこうどん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 こう重ねていくっていうことですね。そうですね、はい、高さをこう上げていって、地面の高さを上げていってその上に重機を置こうと、はい、でそのかさ上げを、まあ、するんですけれども、そのするとしても例えばその作業に伴って放射性物質がまた舞ってしまうのではないかとか、それから今度はじゃあ排水のコースが変わったりとかした場合にどうやってこう付け替えていくのか、どういうふうに流れていく、汚染水がどこに流れていくのか次見えなかったらかさ上げできないですよね、はい、そういった対策をする必要が新たに出てきたりとか、そういうかさ上げに伴う付随的な仕事が出てくると。なのでそういった周辺の作業が続いていると。燃料取り出しの手前の手前の手前の作業がまだまだだって感じですね。そうなんですね。ですから話を聞いていると、例えば金曜日にこの作業をするという作業中、はい、お昼くらいに次月曜日 どんな仕事ですかっていう話になることがあるそうなんですけど、それは土曜日になってみないとわからないと。それはなぜかというと、今やってる仕事に付随する仕事が次何が出てくるかはまだわからない、明日になってみないと、次の日になってみないとわからない、わからないと、そういう状況が続いているので、なかなか先々の話ができないというふうな話でした。はい、そして、建屋の中ですけれども、高い放射線量です。もう本当数分で人が死んでしまうような、そんなすごく、今でもそうなんですか。そうなんです、ね、数分そこにいたら人が亡くなってしまうほどの高い放射線量なんですか。はい、なのでロボットを入れて、作業をしようと中を調べようとしてるんですけれども、はい、あのやっぱり中は片付いていませんので、もちろ ん何かにこう引っかかるようにこう動けなくなってしまうケースがほとんど全て で回収がロボットも不能になってしまうという、はい、失敗続きな状況です。なので中の様子もちゃんと解明されていないんですね。分からないってことですよね、はい、本当のとこまだ次の手が打てないという感じですね。はい、で一方で
作業なんですけども多いのは汚染水のこうタンクを作る作業。あ、汚染水用のタンクが足りないからどんどん作らなきゃって話ありましたけど、はい、5年経っても汚染水タンクは増え続けてるんですか。出てます。はい、その汚染水を貯めておくタンクを作るという仕事が非常に多いと。作業員の方の多くはこの汚染水に関する仕事ですね。に関する仕事がまだまだ多い、はい、多いと。ほとんどと言ってもいいんですか。そうですね、非常に多いというふうに皆さん話してました。はい、そして、例えば敷地内に駐車場を作る作業があるんですという話が出たんですが、これは作業員の皆さん一旦今あの J ビレッジという呼ばれるところがあるんですけれども、これもともとサッカーのをするところですよね。そこを作業員の皆さんの基地の役割をして、皆さん一旦そこに集合してからバスなどで、福島第一原発の中へ入っていくという場所なんですが、そこをですねもうやめてしまって、福島第一原発で直接通勤できるようにしようと。でそのために駐車場を作ろうと、そういうプランなんですね。あの、まあ、こういった作業すべてそうなんですけれども、まあ、危険な作業です、はい、ですので例えば強い風が吹いたらストップしたりとか、うん、雪が降ったらストップしたりと、こうゆっくりとした作業になってしまってなかなかこう進まないわけですね。ですのでこの5年前と今と本質的には変わっていないというふうに作業員の人は話しています。あの凍土壁というものを進めるんだって話もありましたでしょ、はいはい、凍土壁はどないなってるんですか。凍土壁なんですけれども、まあ、建屋の地下に地下水が流れ込んで汚染されて、その水がまあ海へ流れ出さないようにということで、うん、山側海側に土の中に壁を作って、まあ、氷の壁ですよね、そして流れを止めてしまおうという凍土遮水壁というプランなんですけれども、はい、この氷の壁を地下に作ろうという作業、これ、この作業に携わる人は今は大きく減っているということなんです。ということは、これは凍土遮水壁っていうのは完成しましたというふうに発表はされてるんですね、はい、ただまだ稼働はしていないという段階です。なんかあるんですか。はい、まずはその原子力規制委員会の中でこの凍土壁について議論があって、うん、動かしてもいいよという認可が出るのに少し時間がかかりました。それから、今度この凍土遮水壁を段階的に動かそうというプランになってようやく認可が下りたんですね。なので3月の末頃を目指してなんとか動かしたいという今の情報です。できたけれどもすべて動かしてそれがどんどんとこう有効性が見られるんだというのはちょっと先の話、今すぐはまだ部分的に動かしていきましょうというのがやっとこさっていうところですね。はい、はい、というのが凍土遮水壁の状況なんです。こうしたあの状況の変化の中で作業してらっしゃる皆さんの労働環境ですね、はい、どんな風になってるんでしょう。少しはマシに良くなってきてるんでしょうか。その労働環境についてなんですけど、はい、まずは現場での放射線量について話を聞いています。うん、あの線量は確かに下がってきてはいてるんですよ。カバーしてますから、あの線量が漏れないようにカバーしてるだけなんですけど、そうすると、ま、周りの空間線量というのは除染とかもしてますから周りは下がりますよね。カバーってのは何にどんな感じでかけるの。建屋に銅板のカバーを立てるっていうのはまあまあ以前からやってるじゃないですか。であとはそのダストが回らないようにそういう作りの建物を作ってるんですよ。例えば窓ガラスのない建物であるとか、中にいても以前の免震棟にいる時よりも下がってるのは事実です。はいはい、福島第一原発の放射線量なんですけれども、あの東京電力によるとフェーシングという作業がありまして、はい、放射線量の高いところにアスファルト舗装をしたり、それをまあ足したり、それからコンクリート、放射線量の高いところにコンクリートを重ねてまあ塗るというか舗装することによって、それから瓦礫を片付けるということ、そういったことで敷地内の放射線量はもう随分下がっているということなんですね、うん、事故後に比べますと、はいはい、でその放射線量も下がりましたということもあって、3つの区域に分けられています、敷地の中が。ほう、それはグリーン、イエロー、レッドという3つのゾーンに分かれているんですね。
で敷地の中のかなり広い範囲がこの中のグリーンゾーンと呼ばれるゾーンになっています。でここはどれぐらいの放射線量なのかと思いまして、モニタリングポストの数値がこう表示されているような資料をこう入手して見てみたんですけれども、そうするとだいたいこのグリーンのゾーンにあるモニタリングポストの表示というのは毎時1マイクロシーベルトから10マイクロシーベルトで、高いと20マイクロシーベルトくらいの数字を示している、そういったモニターがあります。でこの毎時1マイクロシーベルトから20マイクロシーベルトという数値なんですけれども、どれぐらいの数値なんですか。大阪の自然放射線量というのは 0.07 から0.1、0.07 から0.1くらいということなので、大阪に比べますと、まあ、10倍から200倍です。はい、はあ、そうなんですね。今のお話はグリーンゾーンの中の話ですね、うん、はい、で10マイクロシーベルトっていう数字も出てきましたけど、はいはい、10マイクロシーベルトっていうのはどれぐらいの値なんですか。その単純計算をしますと、はい、10マイクロシーベルト毎時、まあ、1時間につき10マイクロシーベルトという数字なんで、はいはい、1日5時間働くと、まあ、掛け算で10マイクロシーベルトが5時間なので50マイクロシーベルトと、うん、で1ヶ月に20日働くとしたら年間10ミリシーベルトと12ミリシーベルトということになります。年間12ミリシーベルトという、まあ、単純計算に、うん、なると、なる、はい、で作業員の方は動きますし、まあ、放射線は瞬間瞬間で測っていきますし、まあ、あの大幅に放射線量を浴びてしまうと警報が鳴るようになってますから、うん、まあ、この年間12ミリシーベルトをこの計算通りに被曝するというのはもう一概には当てはまらないんですけれども、うん、もう目安としてこうやって計算した12ミリシーベルトという数字は、まあ、原発の作業員が1年間にここまではあの被曝しても大丈夫ですと言われている基準の数値、この上限が20ミリシーベルトなので、これは下回っていると、はい、ただ一般の人の基準っていうのは年間で1ミリシーベルトなので、そうですよね、年間1ミリシーベルトっていうのが一般の人の基準ですよね、はい、それに比べたら12倍ということになりますね、という計算になるわけですね、はい、それぐらいの数字になってしまっているということなんです。はい、でグリーンゾーン、イエローゾーン、レッドゾーンと3つある中で、はい、グリーンゾーンが一番放射線量は低いエリアです、エリアなんですね、はい、で、はい、イエローゾーンと呼ばれるところはあの汚染水を扱っているところ、もしくはそこに近いところ、はい、それからレッドゾーンというところは建屋、それが建屋の周りということになっています、はい、でそのグリーンのゾーンなんですけど、今は、防護服を着ていません。あ、そうなんですか、はい、作業員の方々は。そうなんです。へえ、まあ、上から下まで白い防護服っていうそのイメージがありましたけど、それも着てなくて、はい、今は一般の作業服で作業をしているということなんですね。そうなんですね、はい、でこれはその防護服というのは放射性物質によって汚れたホコリが付着することを防ぐもの、放射線自体の体への侵入を防ぐものではない、うん、ということなんですね、はい、でその放射線を含むホコリが先ほど言ったアスファルトを張りましたりとかコンクリートをより厚くするということで放射線量を含むホコリが舞うことが随分もう減りましたよと、うん、いうことなので防護服がいらなくなりましたというのが東京電力の判断です。でも実際に作業してらっしゃる方々は不安じゃないんですか。そのあたりですよね、作業員の人に聞きました。確かにそこは道路はしても構内にそのじゃあ汚染されたものを保管してるわけだから全体として見ればあるんですよ、うん、じゃあそこへ行かないっていうだけの話じゃないですか。でも風向きだ今言う何かで漏れたそういうものがあれば常にあれですよね。例えばここが土だったのをこの駐車場じゃないですけど舗装に固めちゃえば線量確かに下がりますよね。あ、上から押さえるからですね、はい、あと鉄板でも敷いちゃったりすればあのだけども物質はあるわけですよね、はい、はあ、平野さんやっぱり作業してらっしゃる方は不安だということを今おっしゃったわけですよね。そうですね、だからまあ現場現場で本当に法令遵守がきちんとされてるかというのは
気になりますよね。だから今のお話だと線量は確かに下がってる、だけどそこから放射性物質がなくなったかというとなくなってないんだよと、はい、まあ、今遮断されているというだけなんだと、うん、何かあったらまた出てくるもんなんだというこの不安を訴えてらっしゃったわけですよね。そうですね、うん、いつ汚染水というのが漏れるのかってわからないと、はい、それから、まあ、どういった作業をきっかけにこう放射能というのが放出されるかわからないし、うん、台風も来るかもしれない、また地震があるかもしれないと、もうそういうことで言うと、もう本当に放射線、すべての放射線量というものを管理できているかというのはもうわからないと、だから心配は尽きないということなんですね。そうした環境の心配ももちろんですし、作業員の方々にとってはこの働く環境の賃金の問題もあると思うんですが、そうなんですよね、はい、この放射線量が下がったという、まあ、敷地内の情報を今お伝えしてましたけど、ではその作業員の皆さんに一体何が起きているのかということで、うん、その賃金の話になっていきます。作業員の方に聞きました。環境的に、まあ、良くはなってきてるのかなと、多少は、うんうんうん、なんかその中には原発の作業をしている人の中でその線量が下がってきてる分危険手当をやっぱりこう切ってこられてるっていうような話も聞くんですけど、あ、それはなんかプランがなんかあるみたいで、うん、3プランぐらいあって、その危険、線量が高いところに行った時はこれ、うん、低い時にはこれ、それ線量がないところはこれっていう、その賃金のそのなんていうんですかね、その歩合っていうか、その危険手当が3種類に増えたっていう、うん、一律のものが線量によってその区分けされてると、線量が下がったからっていうことで、あれですよ、もう大別とかそういうもんいらなくなったから、もう賃金は普通の土木と同じになるっていう、いわゆる危険手当をカットしてきてるわけだから。ああ、なるほど。だからもう校内でも2万円もない。この間たまたまあったんだけど、建屋の中の管の工事して2万円がちょっと下回るぐらいなんだよっては言ってましたよね。それは前はもう3万円ぐらいだったですね。あ、どんどんこれからは安全資産になるから、いわゆる一般の作業現場、要するに大病気ないで作業服でマスクもつけなくもいい作業ってなれば、じゃあいわき市で工事やってるのと同じでしょっていう理屈で来るから。あ、大病気っていうのは防護服のことですよね。そうですね、はい、ラジオネームオロチさんって方が今メールをくださいました、はい、いくら線量が減ったとはいえマスクや防護服も単純なものに変わっていって、作業員の方の被曝は大丈夫なんでしょうかとおっしゃっておりますけど、うん、今の話だったらもうグリーンゾーンではもう防護服もマスクも、マスクは紙のマスクということになってるんですね。あ、そうなんですか、はい、まあ、以前のような気密性の高いマスクとは違ってきているっていうことなんですね、うん、はい、フィルターが以前はねついているというのが話がありましたけれども、それではなくなっているということです。そして危険手当がカットされてるんだというお話でしたね今、うん、まあ、放射線量が下がったので、はい、じゃあその分危険手当はもういいですよねという話になってしまっているということなんですね、はい、うん、で今その建屋の中でも、まあ、2万円ほどというような話がありました。建屋というのは、うん、もっとその放射線量が高い場所であるんじゃないんですか、うん、そうなんですけれども、そのグリーン、イエロー、レッドでいうとレッドの場合でしょ、建屋って。そうなんですよ、まあ、それでもそうやって安くなってしまっているということなんですね。でこれまでの取材で原発作業員、その元請け、下請け、孫請け、何時請けとこういうふうに多重請負いの構造になっていて、うん、でその都度その都度こう間の企業に賃金を搾取されてしまって、作業員の手元に来るときには随分とこう賃金が少なくなってしまっているという話をお伝えしてきましたけれども、はい、その他の作業員の人にも請負い構造と賃金について話を聞いています。下がってます、もう確実にですね。当初の頃はまあ多重請負いの構造で80系90系とかあったりして、まあ、今でもあるんですけどね、その8時な7時とかその辺の作業員が日当例えば7000円でとかっていう話あったじゃないですか。今やもう30系ぐらいで7000円とかですからね。と今1万円以上もらってる作業員ほとんどいないんじゃないですかね、ある意味自分の周りではいないですね。ご自身の中ではお給料の変化って、自分はその
まあその二重計なんですけども、もともとから比べるとやっぱり1日あたり1万円下がってますね。あ、そうですか。はい、あ、1万円ですよ1日。すごいですね。はい、月で20万ぐらい。20万ぐらいです。はい。今ってどれぐらいなんですか。今ですか。今がまあ全部引かれて30万あるかないかですね。月ですか。はい。日当でいうとそれってどれぐらいなんですか。休みの分があるんで、だいたい1万5千ぐらいじゃないですか、ね、これ恵まれてる方なんですよ。はあ、平野さん、この多重請負構造っていうんですか、うん、何重請、八重請、九重請というような話ってありますか。そうですね、まあ、一時は20ものね、あの孫請、はあ、あの多重請負があったと言いますけど、まあ、だんだん非難が強くなって、整理はされてるんでしょうけども、どん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 中抜きされてね、うん、やっぱり上部ほど抜く率が高いと言われてますよね。それと私一番心配なのは多重請負も心配なんですけど、偽装請負っていう、うん、その名義だけね、はい、あの貸してもらって、うん、あの 第2次 の, その請負に登録しているものが第5次とかね、そういうところにまた出て、うん、名前だけ出して、うん、あの揃えてると、本来は資格がないのにね、そういうことをしてるというのも、うん、毎日新聞 の, その取材によると報告されてますよね。うん、だ非常にこうその、まあ、不公平な部分と、それと危険に対する手当が十分なされてないですよね、はい、1万円以下というのも信じられないですね。もう賃金構造の成り立ちも非常にこう複雑で見えにくいものがありますよね、うん、今のお話だったら、まあ、自分は1日1万円下がったっておっしゃってましたよね、はいはい、そして日当1万円もらう人はもう少ないんじゃないかと、うん、いうお話でしたよね、はい、あの原発作業員の給料というのは下がってきていると。福島第一原発の中で働いて今の計算だと年収が400万円くらい、これが恵まれている人の数字だということで、まあ、原発事故を起こした現場での厳しい労働の作業というのをどういうふうに、これだけの危険を伴う現場で考えるかということだと思うんですね。これあの東京電力が線量が下がったということで賃金を下げているということなんですか。そのあたり、そのどういったふうに賃金が下げられているのかというのをですね、作業をしている小さな会社の経営者の方に話を聞きました。結局建設業に対しての派遣は禁止されてるじゃないですか、はい、自分らみたいな業者はやっぱりその請負で受けるしかないですよね、うん、工事代金としてもらうしかないから、やっぱり、うん、人数数でその1人数いくらっていう風にもらい方ができないんで今、あ、結局派遣になっちゃうんで、そうです、法律に触れるんですよ、はいはい、だからもう工事代金として見積もり書を上げて、はい、5人なら5人20日間なら20日間の延べで見積もり書を上げて、それを割って本人らに払って残りが会社の利益と、うんうん、そうだとするとその、まあ、派遣で行くよりも、まあ、割は悪くなっちゃう。もちろん悪いですよね、どうしても。それはどうしてそうなんですか。工事代金としてなんで、あの車代、ガソリン代、交通費全部それは込みの話ですから、もう、うん、でも常用って言って、あのなんていうんですか、まあ、派遣が許される常用で時給が保証されるわけじゃないですか必ず、うん、だから交通費も別に出ますよね、もちろん。ああ、で通勤手当もつくし、はい、ただ常用で一人一人雇用を結んで元請けに前あの昔やってたみたく妊婦出しみたく預けてしまうと、やっぱり派遣、労働派遣法に引っかかるんで、それでやっぱり摘発されてる業者もいますから、はい、それができないんですよ、もう、うん、これは具体的にどういうことなんですか、はい、派遣と請負という形で随分と労働者の賃金や状況が変わってくるということですか。はい、あの請負というのは企業と企業の契約なので、はい、例えばですけれども、例えば50万円で小屋を1軒建ててくださいと言われて、それを請け負うんですね、請負というのは、うん、その仕事を1軒請け負うわけですね、はいはい、そして仕事が完成したということをもってその報酬を受け取れるというものなんです、うん、これが請負です、はい、で派遣は同じ条件で小屋を建てるために何人の作業員を派遣してくださいというような仕事を受けて、その作業員1人の日当がいくらで交通費がいくらとか、こう必要な経費をプラスしていってその金額を受け取るというものなんですね、作業員は派遣先の指示で
働くということになるんです、はい、で建設作業で派遣というのは禁止されてるんですね、はい、でそれは建設業界というのは上から下でこう多重請負構造になっていて、で指揮命令系統が、まあ、ただでさえ複雑になってしまっている。でそういったところにいろんなところからの派遣でいろんなところの会社に所属する人が混在して混ざって働くことになってしまうと、指揮命令系統がより複雑になって安全に仕事をすることに支障があったりとか、で万が一の労働災害の時などに雇用管理責任、誰の責任ですかということが分かりにくくなるからなんですね。だから派遣は建設業では禁止されていると、はい、で請負で、まあ、仕事を請負ってやってはるんやけども、はい、で請負だと賃金を下げられてしまう、そういう傾向があるあるということなんですね。いや、請負でもね、はい、その仕事に見合った額をちゃんと支払われていたら問題起こらないんじゃないんですか。そのあたり実際どうなっているのか、どのように下げられているのかというのを聞いています。この1年で相当下がったんですか。下がってるんです。どんどん下がって。あ、どんどんですか。どんどんです。っていうのは会社を入れ替えてるから。会社を入れ替えると下がるんですか。そうですね。その、あ、契約を変えるときに下げて契約していくんですか。四次業者だ、なんだ、いっぱいいますんで。はい。それを付け替えて、安い業者入れれば、あの、仕事の欲しい会社あるから。はい。じゃ安くても、請け負う会社を上も選んで、こう、契約するわけですね。そうです、ね。で、どん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 下げていく。はい、そうです。東電とやっぱり、その、あの、ゼネコン、一次会社までの体質が変わらないと、自分ら、まあ、小さいこの、10人単位の中小企業は変わらないですよね。だっていくら営業行っても相手にされないんですもん。安い単価でもう 20% ぐらい跳ねられて、これ本当は700万ぐらいかかるところをこれ500万でやったらって言われればどうしても賃金下がりますよね。はあ、平野さん、こう、いや、うちはもっと安くで請け負いますよという会社がどんどん出てきたら、安い方に安い方に契約が動くという、まあ、作業がだけどきちんとあのなされてるかどうかですよね、そういう能力があるかどうかというのが大事ですよね。そうですよね。そういう会社がね、後発の企業が、うん、そうですね、作業の質問われていくでしょうね。そうですね、はい、こうやってまあ賃金が下がっていって、うん、でこうしたことからまあ地方に戻っていくという、まあ原発作業員がものすごく多くなっているということ、そしてまあそれでも働くよという作業員がまた全国から集められて作業が続けられているという状況が今なんですね。でそうすることで、まあ今ありました熟練の作業員、腕、経験、技術のある作業員が減っていってしまって、で未熟、まだ経験のあまりない浅い作業員が集まってきていると。中にはあの経験の浅い人に、そういう人でも働けるから、じゃあ福島で経験してくればいいんじゃないのと、そういうふうに声をかけるという声も聞かれました。経験の浅い人に、じゃあまず福島で経験してくればいいんじゃない、はい、そんな言葉があるんですか。そして1日延べ7000人がこの福島第一原発の中で働いているんですけれども、そういった技術のまだまだ未熟な人が多く含まれているという現状だという声だったんですね。そして、技術を持った、まあ、熟練の、まあ、ベテランの作業員の人というのは次のように話しています。俺なんかもう何十年も乗ってたことでさ、で、あの俺なんか機械乗りで来てるでしょ。で彼なんか免許があればいいなんて乗れないんだからさ、向こうでさ現場行ってペローダーの練習してたっつうんだもん。そんなの前3号機の屋上行ってできるわけねえじゃん。片や免許持ってればいいなんて来て、で同じ金だよ。そんなのありかよっていうのはさ、面白いとこだよね。だけどね、だから、ろくな仕事できないじゃんね。頭数だけだもんね。だってさ、5人でワンパーティーって5人で行ってね、ぼーっと立ってるのが2人だよ。スコップ持ってこう何にもしない、お地蔵さんじゃねえんだ、機械で鳴らしてってやってた、スコップ鳴らさなきゃいけないのって、そんなんで給料一緒かよっつって、賃金一緒かよなんていうの、そんなんだよ。だからもういかに上はもう美味しい思いだよね。頭数入れりゃいいんだもんね。
中で出てきたペローダというのは、まあ、ショベルカーのような重機の一つなんですけれども、まあ、こういったものの練習を現場に行ってしているような、あ、そんな状況が見受けられたという証言だったんですね。リスナーの方がね、はい、くださったんですけども、はい、徳川全部さんというラジオネームの方、原発作業員の方もどんどん世代交代して今素人に近い人が取り組んでると聞きましたけど、本当ですかっていうのは、本当だっていうのが今の方の話ですよね。そうですね、証言ですよね。はい、もうその通りですね。本当だったらプロの作業員の方でなくても大丈夫なんですかと。いや、さっきおっしゃってたろくな仕事できないよ、頭数だけ揃ったってっていう熟練の方の悲鳴にも近い声でしたね。はい、まあ、いろいろな人がこう入れ替わり立ち替わりきます。特に放射線量の高いところで作業されますと、もう短い人だと 2,3 ヶ月でまたいなくなってしまったりと、交代交代でどんどん変わっていきます。で、そういうこともあって慣れない作業員の人がどん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 増えてくる。で、その分熟練の作業員の方という方で残れる人は余計に働かなきゃいけなくなっていると、まあ、それでも同じ賃金で働いていて、そしてさらに現場が大変な状況になっても、上はこう頭数さえ揃えれば上前を跳ねることができると、そういう現実があって、それに今の作業員の人は憤っているわけですね。はい、そして4月にはさらにこの賃金が下げられてしまうということを多くの作業員の人が話していました。その声をお聞きください。3月4月、まあ、年度替わりですよね。時期の年度替わりから 30% 削減してくださいっていう通達が一時受けに流れたんですよ。で、そこで考えるのは、それぞれ全員の単価を 30% 下げるのか、それとも 30% 分人を減らすのか、どちらかにしないといけないわけですよね。だから現場はちょっと今大変なことになりますね。どうしようかって、例えば4月からまた契約が更新されて、その同じ仕事を受け負うにしても、していいものかどうか分かんないですよね。で、こういうふうなんて結構後出しなんで、いや大丈夫ですよ大丈夫ですよって言いながら仕事だけ始まるとかってあるんですよ。で、後から金額がついてきたら、言ってる金額よりも実際安かったとかっていうのがあるんで。はあ、そんなことがあるんだ。ラジオネーム暁2号さんという方が今くださいましたメールですけど、ね、はい、鉄鋼関係の工事で勤めている会社は、1日2万3000円から2万5000円払ってますよ、うん、と。さっきの話では、今原発で、福島第一原発で収束作業に当たってる人、1日1万円ない人が多いよって話でしたでしょ、うんね、驚きですね。はい、はあ、このラジオネームの暁2号さんの方も、原発作業員の方ってそんなに安いんですか、うん、と驚きの声を寄せられました、はい、平野さん、こんなことになってるんですね。そうですね、私それとね、はい、もう一つ健康上のね、はい、問題をちょっと指摘したいんですけども、はあ、ある調査によるとね、4万2000人、うん、この原発作業員のうちですね、うん、もう2万人がですね、厚生労働省の白血病の労災認定の基準に達してると言われてるんですよ。半分近い、半分近い人方々ですね。まあ、入れ替わりして、毎日これ7000人ぐらい働いてるわけですよね、いろんな人が入れ替わりになってるんですけど、確定した4万2000人のうち2万人がそういう労災認定の白血病のね、こういう健康障害が非常に危惧されるんですよ。これは全員申請してるかどうかって、全然できないですよね。はあ、把握そこまではね、わからないけれども、だからそんな数字が今出てるんですか。現場任せ東電任せになってるかということですよね。はい、今 30% の削減というのがあるというふうに言われているという作業員の人の証言がありました、はい、なので東京電力に聞いたんですが、東京電力は 30% カットするというような発言をしたということは確認できないというふうに話しています。はい、ではコマーシャルに続いて、原発作業員が語る5年、続けて報告します。今日の報道するラジオ、特集テーマは原発作業員が語る5年、上田隆之アナウンサーの取材報告をお送りしております。はい、上田さん、続いてお願いします。はい、次、原発作業員の方の、まあ、お住まいなんですけれども、はい、当初福島第一原発から50キロほど離れた、いわき市、福島県いわき市の中の旅館で暮らしていて、まあ、宿泊食事は作業員が負担しなくても会社が出してくれていた、そういったことだったんですけれども、そのうちみんな自分で
アパートを借りなければならなくなってしまって、そういうふうにしなさいと会社から言われて、まあ、つまり住居費自分たちで負担しなきゃいけない、つまりまあまあ会社から言ったらそこカットしたってことになりますね。そうですよね、はいはい、そしてまあ会社側、うん、作業員の宿舎を今度はどんどん建設していって、うん、そこを作業員に貸すということをしてきているんですけども、その宿舎の建設場所というのがだんだん福島第一原発に近づいてきています、はい。先ほど言ったいわき市、当初の旅館があったのが50キロぐらい離れたところだったんですが、その後原発からおよそ23キロ離れたところの広野町、これはいわき市の北の隣なんですけども、そしてさらに近い、さらに原子力発電所に近い楢葉町というふうに近づいてきていて、福島第一原発からおよそ15キロ離れた楢葉町に帰っている人、帰還している一般の方に少し話を聞きました。もともと確かにこの辺のこの6号の沿い、6号沿いは結構まあちょっと離れれば宿舎がボンってあったりするとか、もう入ってすぐ宿舎だったり、まあ道沿いにあったりっていうのはもともと結構なんでしょう、広野あたりからは多いんですけど、特に多分楢葉解除になってからおそらくもっと増えそうな雰囲気ですよね。ああ、そうですか。はい。ああ、じゃあ。で、一応この奥にも、はい、今もうできるのかな、そろそろできたのかな、あみたいなんで宿舎が、あそうですか、大きいのですか、はい、大きいのができるらしいので、はい。楢葉町は去年の9月に避難指示が解除されて、今では全域で住民の皆さん住むことが許されている町なんですけれども、はい、住むことが許されるところが増えていくと、そこに作業員の宿舎ができていく、だんだん福島第一原発に近づいていくということなんです、はい。でこの楢葉町に住人の人、普通の住人の人は戻ってきているのかというのを住民の方に聞きました。楢葉の中ではこの辺は一番帰ってきている部落じゃないですかね。そこの今、うん、家建ててる、もう多分3月、本当だ、2月、うん、3月頭ぐらいにはできるっていう多分話だった。そうですか、はい。あとは隣にちょっと上なんですけど、隣の上のところに帰ってくるっていう出て、今家建ててる途中なんで、なんでこういうトラックがたくさん今、あ、はい、出入りしてて、はい、じゃあみんな家直したりとか、はい、そうです、帰ってきてらっしゃる近所の方っていうのは年配の方の方がやっぱり多いですね。世代的にはどれぐらい、まあ、やっぱり50代の方、若くても50代40代の方はほとんどいないと思いますね、はい、50代から60代70代の方ですね、うんうんうん、今お話してた方も70代の方ですし、うんうんうん、はい、お仕事とか皆さんどうされてるんですか。もうやっぱり70代の方なんで年金暮らしとか、はい、じゃあ、あとはもうのんびり郷土で暮らしたいという、はいはいはい、避難指示が解除されたのが去年9月だから、まあ、半年ほど経ってどれぐらいの方が戻ってらっしゃいますか。楢葉町2月時点で全住民のおよそ 6%、 400%、はい、440人が戻っているということですが、若い人がなかなか帰る決心がつかないということで、まあ、このあたり放射線量が一体どのくらいなのかというのも聞いています。線量とかって、はい、どうです、気になるとかならないとかってどうですか。今特に気にならないですね、本当に。特にこの辺は もう周りからやっぱりこの辺は低い方だよねっては言われますし、うん、自分たちでもその、まあ、住む前にその測ってるところをちょうど見せてもらったことがあったので、うん、なんで 0.18 とか、うん、0.15、うん、0.2 あるとこあったかなって。で、はい、なんか水が集まるとこだけはやっぱり井戸とかは 0.3 とか4あったのかなぐらいだったんで、まあここは、まあ、ちゃんとがっつり除染してもらった場所じゃないですか、うんうん、で除染後の線量しか僕は分かんないんで、ああじゃあ、はい、マックスどのぐらいまでだったのか、はい、だったのかは分かんないですけど、でもまあ今現在ではそうなんだなって思います。はあ、大阪と比べたらどうなんですか。大阪だと自然放射線量 0.07 から0.1 くらいなので、うん、それからすると 0.18、0.2 という数字を言ってましたから、まあ、少し高いかな、はい、一般の人の年間被曝強放射線量っていうのがだいたい年間で1ミリという上限の値から換算した一般の人に許される被曝量の基準っていうのが1時間に 0.23 マイクロシーベルトという数字なので、なんかギリギリ
なところの数字に見えますが、まあ、この数字をどのように見るかというのは、まあ、人それぞれかなというふうに思います。考えるかですよね、はい、住民の人が住んでいた場所に戻るという選択ができるかどうかというのは福島第一原発の事故がどこまで収束しているのかということに非常に大きく関わるわけですね、はい、作業員の皆さん事故から5年経って福島第一原発の収束の状況どのように見ているのかというのを聞きました。ちょっと進んだかなって前にそのぐらいのレベルですよね。ちょっと進んだかなぐらい、それは どうしてそういうふうに思います。結局帰るっていう帰りたいっていう人間がいないですよね、結局奈良橋区っていうのはもう帰還できますからね、はい、でも帰還してる人間なんて多分全体の1割にも満たないんじゃないですか。そうですね、それはまあねご存知だと見て分かってる通りだと思うんですけど、高速降りました、六郷国道に出るまで脇道全部バリケードみたいなところをわざわざ通って自分の子供を育てたいかっていう親はいないですよね。だって高速道路大熊町とそこの 1F の間だけ高速道路バイク禁止ですからね。どういうことですかって、そんなわけないですよね。安全だったら車でも降りてもいいわけじゃないですか。降りちゃダメなんですから、あそこの区間おかしいじゃないですか。そこの地域の隣の町に帰っていいですよっていう方が俺はおかしい、どうかしてると思いますけどね。だからあの看板多分初めて通る人間意味が分かんないと思います。これより先二輪車走行不可、そんなに道路凸凹なのかなと思ったらそうじゃないし、道路は普通に綺麗だし、なんで二輪車通んないのかなって言ったら線量ですよね。線量があるから二輪車は通行できませんよって、それも全部収束してから帰ってきてくださいよと、帰れますよっていう、そういうのだったら分かるんですけどね。はい、あの原子力発電所のすぐ西側の近くを南北に走っている国道6号という道路があるんですが、うん、まあ、その道路が走っている大熊町などはまだ道路は車が乗って通り過ぎることは可能なんだけど、自動車の中にいればっていう意味ですね。そうですね、通り過ぎればいいけれど、はい、バイクでの通行はダメ、まあ、生身の体では通行してはいけないということ で、 そういう意味だ、はい、でバリケードがあって国道から少しでも脇にそれるということはできないようになってるんですね。脇にそれるとまだ除染が十分できてないっていう意味ですね、はい、でそれが今の大熊町で、その隣にあるのが、楢葉町と、はい、まあ、間に富岡が町があるんですけど、まあ、そういう状況で、まあ、これで帰れというふうに言われてしまっても難しいですよね。まあ、ただ住民の皆さんがこうふるさとに帰れるようにというふうな思いで働いている福島第一原発で働いている作業員の人も非常に多いんです。そんな中、まあ、賃金が下がる、厳しい環境変わらない、でも頑張れる、そういう機関の皆さんのために働くということが、うん、まあ、精神的な支えになっているということなんですね。そういう人たちだからこそ今の機関に関しては拙速なんじゃないかというような声だったんですね、うん、全部収束してから帰ってくださいよ、帰れますよだったら分かるけど今そうじゃないでしょと先ほど作業員の方はおっしゃっておりました、はい、平野さん、はい、そうですね、あの楢葉町で戻られた方 6% という数字はやっぱり、あの除染というものがあの住民の要求通りの形になってないと、例えば裏山とか家の雨どいとかね、そういうところはまだ高いわけですよね。だからやっぱり帰ると危険だ、リスクが高いという判断をやっぱり自衛的にされてるからこういうことになってるんだろうと思いますよね。ラジオネームうさこさんがくださったんですけど、厳しい労働条件の話聞いてびっくりしました、賃金カットも気の毒ですし健康面がやっぱり心配です ね、 そうですね、とおっしゃっております。安倍総理オリンピック誘致の時に収束しているようなことをおっしゃってましたよね。あ、アンダーコントロールという言葉ありましたね、うん、だけど今後労働条件が悪くなったら携わる作業員が減っていくんじゃないかという懸念も持ちましたというふうにお便りくださいました、うんうん、上田隆之アナウンサーの取材報告でした。ありがとうございました。どうも。今日は原発作業員が語る5年と題して取材報告いたしました。平野さん、はい、もう5年経ったんですけども、やっぱり深刻さというものがよりやっぱり切実に感じるレポートでしたよね、はい、で来年の3月に避難地域の解除という政府がしようとしてるんですけど、あまりにもやっぱり現状を見ると拙速ですよね。これは賠償金を打ち切って国費の投入を抑えようというあからさまな、ね、政策だと思われますよね。現状に照らしてみるとやっぱり被災地の声をですね、重きを置いて
あの政策変更してもらいたいなと思いますね。被災地に本当に寄り添うっていうのはどういうことなのか、今日考えさせられました。報道するラジオでした。